ケンさん、はい、どうしたんですか。何どうしたんですかっていつもと違う。いつもと違う、はい、なんで今日はこの場所を選んだんですか。うん、今日ね、山本正邦さんを呼んで対談しようと。ね、正邦さんと久々にこう会うっていうことで、ちょっと個室でね、じっくり話聞きたいなと。っていう思いでね、この場をセッティングさせてもらったんですけど、でもね、こうやって、二人で食事するとか初めてだからさ、緊張するよ。それは緊張するよ。そうですね、うん、山本さんとの関係性で、うん、監督と選手だから、別にそれがなんかこう悪いとかはないんですけど、アテネオリンピックの俺の落選の話は聞いてないよ。入ってないっていうのは分かった瞬間にさ、やっぱ血の気もスッて引くし、心がくじけたよね。ターニングポイントだね。それって聞いたことはないんですよ。ない、本人には。でちょっとこのまま山本さんを待ちましょうか。待ちましょう。はい、お客様がお見えになりました。失礼します。ご無沙汰します。こちらこそ。よろしくお願いします。すごい。はい、失礼します。すいません、お忙しいところ。とんでもない。ありがとうございます。ありがとうございます。お座りください。座っていいですか。はい。はい。失礼します。いやなんか緊張ちょっとしてます、僕。嘘。はい。もう、気楽に。気楽に、はい。これがあるから、別に撮ってもいいんだ。はい。すいません、本日はお忙しい中、ありがとうございます。欲しいもの、オファーは断らないから大丈夫です。ありがとうございます。アヤックスに1ヶ月入学したことがある。おっ、で、ファンバステンとかライカルトとかが一緒に練習してて、これはダメだと思って。これ引退決め手は何だったんですか。監督になる人が、お前もうやめろみたいな、お前もう来年出番ないから。皆さんこんにちは、本日も素晴らしいゲストが来てくれています。元サッカー日本代表のコーチで、そしてですね、アテネオリンピックの監督も務められた山本正邦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とりあえず乾杯からさせてください。はい、はい、じゃあこっちから。おい、よし、はい、ありがとうございます。いや、あ、いいんですか、こんな監督からいただけるなんて。ありがとうございます。はい、頂戴します。あ、ごめん。大丈夫です、大丈夫です。よし。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こっちに置いておきます。あ、すいません。はい。はい、ちょっとね。ね、日本代表、キリンですから。ありがとうございます。すいません。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあどうぞ。本日は山本さんのサッカー史を遡って伺っていきたいんですけれども、はい、まずは監督になる前のお話から、聞いていきたいんですね。選手時代の頃から聞いていきたいんですけど、そもそもサッカー始めたきっかけって何だったんですか。メキシコ五輪で、はい、杉山さんたちが、はい、鎌本さん、杉山さんが、はい、まあ、銅メダルを取って、はい、でその頃に小学校5、6年生なんで、はい、まあ、そういう盛り上がりがすごくて、みんなサッカーに憧れるという、で、まあ、静岡というところもあって、はい、まあ、周りが始めたんで、まあ、スポーツ少年団に入るというのがスタートですね。あの、数ある強豪校の中で、まあ、静岡県の日本大学三島高校、はい、これ進学の決め手何だったんですか。サッカー王国の中でも、はいはい、藤川より東の藤川より東のサッカー不毛の地って言われてたね、僕ら時も当時、うん、はい、でも選手はいっぱい出てるのね、はいはいはい、吉勝君とか、ね、まあ、新次さん、新次、高原、はい、で内田篤人君もそうだし、そうですね、はあ、みんなそういう清水の学校に行っちゃう、いい子はいるんだけど学校はみんな弱いっていうのが、まあ、言われてて、はい、そんな中でも、まあ、唯一日大三島高校がまあまあっていう
レベルで県のベスト8ぐらいまで行けるぐらいになってたんで、近いからそこに行くっていう。まさぐりさんはその高校サッカーってどう見てます？その静岡県の高校サッカーってやっぱすごく盛り上がってたじゃないですか、うん、昔静岡学園、東海第一、はいはいはい、清水東、はいはい、みんながこう勝ってくった時なんで、1校じゃないから、はい、いろんな学校が強かったんで、もう県内も盛り上がってて。そうですよね。でその時は正邦さんは東部地方ですよね、はい、なんかありました？いろいろ言いたいことはあるけど俺国体も行ってないのよね。本当ですか？国体代表にも入れないのに日本ユース代表になっちゃったっていうのが結構で、そのユース代表に入ってその後国士舘大学に進学されますよね。これはなぜ国士舘大学なんですか？高校の監督が国士舘大学の出身で、いつも練習試合に、はい、大学に、でたまたま大学の当時の監督で、はい、今の理事長の大沢先生が1年の頃から見てもらってたんで、はいはいはい、2年の頃にはもうお前は来るだろうみたいな感じになっててもうああちょっと今すごいこと思い出しちゃった。高校1年の夏に、はいはい、大学の夏合宿に、はい、うちの高校の監督の南谷先生、はいはい、それと大沢先生が、はい、こういう先輩後輩だから、はい、あいつを夏の合宿に起こせって言ったらしくて、高校がちょうど1週間夏休みになるところ、はい、お前特別に大学の合宿そんなことあったんですか？行けることになったから喜べみたいな感じ。行きたくないんだ行きたくないですよね。で大学4年生と高校1年生一緒になっても必死にチームの合宿についてって、すごっ。大学の合宿の飛び級の飛び級で呼んでもらったっていうことの成長の角度が変わるとしたら、うん、その1週間でどんどんどんってこう、そういうのを体験させてもらったことで、飛び級ってことの大事さは身をもって実感してるところです。これすごくなんかいろんなところにつながっていきそうな話ですけどね。できないことができるようになるんですよね、うん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 、足りないことは気づくんだよね。で高校に帰ってきて練習した時に、はい、高校3年生がもうすごいひ弱に見えるわけでしょ。そうですね、大学生4年生とやって帰ってきて、はい、ぶっ飛ばされてたところが、でまあ自信がつくんだよね。でそこからなんかもう試合出れるようになって、そういうのがあって、はい、士舘大学に、はい、そうですね、行くっていう。すみません、ごめんなさい、食べられない。でも80年には日本代表としてワールドカップのアジアオセアニア予選出場されて出るじゃないですか。まあまあ出場したうちに入んないぐらいの出場ですよ。でも初めて A 代表にこう選ばれた時の心境っていかがだったんですか？うんうん、最初は大学1年の時に、はい、二宮さんっていう監督の時にムルデカ大会と、はい、あとヨーロッパ遠征っていうのが2ヶ月ぐらい、その大会行ってそのままヨーロッパに行って、はい、ドイツのリーグのクラブに、はいはいはい、3人ぐらいずつ分けられて噂のやつに行って、はい、そこはまた自信になったりしたんですけどね。それって西野さんも一緒に、西野さんが4年生で俺1年生で、で連れ回されて、まさくにさん1年生から日本代表に入ってたわけですよね。あ、ユースの代表の時にそのアジアの4位で、はい、まあ、ベスト4で、はい、そういうのを当時の A 代表の二宮さんが見ててくれたんで、まあ、呼ばれたわけ。あ、そうなんですね。81年、うん、僕生まれた年なんですけど、その年にジュビロの前身のヤマハ発動機のサッカー部にこう加入されるわけですけど、はい、これ決めて何だったんですか？まあ、静岡のチームっていうことで、まあ、親孝行できるかと。本当にそう思ったんですか？うん、まあ、東京のチームもたくさんオファーもらって、はい、いろいろ誘われたんですけど、それこそ浦和、三菱も誘われたし、日立も当時いろいろ誘われたんですけど、地元に帰ろうかというのがあったかな。で82年に JSL2 部で優勝して1部に昇格して、83年には天皇杯優勝ですよね。チームとしてこうグーって上ってるじゃないですか。これ何かその要因あったんですか？
夏のオフの時にハンスオフトが夏の間だけオランダから臨時コーチで来て、もう衝撃的。あ、それまでなんか練習中もべちゃべちゃ喋りながら、あれだよな、こうだねって言ったのも一切そんなのができないくらい、もう練習がもう強度が高くてガーッと動いて、1日練習終わったらもう頭が疲れてる、体はもちろんですぐらい刺激があって、僕らの意識改革はもうフィジカル練習もこんなにもうタイムで測られたりとか、そういうのはだんだん記録が上がってくると自信がつくんで、分かりやすい、できなかったことができるようになる、そういうのでもう一気に2部なのに天皇杯優勝まで、オフト効果。僕もオフトに初めてサッカーの基本を教えてもらったなって思ったんですよ。レッツに来た時。あ、そうかそうかそうか。あれ何年間？あれ2年間です。2000、うん、そうか、2、3ですね。上がってことすると怒られるね。怒られる、はい、お前そんなところに金落ちてねえぞって言われて。あ、そうなの。まずは正しいポジション取りなさいって言って、なんかサッカーの基本を教えてもらった感じですね。で、そこに一緒にいた、ヤンセンさん、この方がいい味出して、多分74年と78年ワールドカップオランダが準優勝2回続けてしてるんで、ヤンセンはもうその時のアヤックスの中心 で、でその時にアヤックスに1ヶ月の留学したことがあるの。おで、その時にすごいですね、それヤンセンさんいて、まあ出てたし、その時に選手だったんですか。選手で、ファンバステンとかライカールトとかがもう19、20ぐらいで一緒に練習してて、これはダメだと思って。え、ライカールトとファンバステンと一緒にやってたんですか。あの、そうそうそう。で、マサクインさん、それいくつぐらいの時ですか。23。こいつ違うって思うんですか。すごいなと思って、でもその時はまだすごくないから。あ、で、その後に、あれ、オランダ代表見たことあるぞと。見たことあるぞと。そこで言わないんですか、俺があいつの世話してたみたいな感じでは。逆だから。逆が世話してもらってたんですよ。で、その後ディフェンスとして、まあ、チームをこうずっとヤマハ支えられて、支えてないですから、支えられてなんとか出てたぐらいで。でも87年29歳で現役引退されるんですよね。これ引退決め手は何だったんですか。監督になる人がお前もうやめろみたいな。でお、あ、まあ、っていうか、はい、お前コーチになれ、選手辞めるだけだったら嫌ですよって言ったところなんですけど、まあ、コーチかと思って、で25ぐらいからコーチライセンスの研修を受けに行って、ゆくゆく指導者になりたいなと思ってた。あ、そうなんですか。選手の頃から。で、突然お前もう来年出番ないからみたいな。出番ないからって言われたんですか。監督にもう外人呼ぶからみたいな。じゃあもうもともとそのコーチ業とかっていうのに興味があったんですか。で、まあ、勉強はしてる。だからその下のライセンス取ってから、選手からコーチになって、なんかこう考え方とか心境の変化とかなんかあるんですか。その93年からは A 代表のスカウティング担当、まあ、隠れて見に行こうとして機関銃でこうやって怖っ。ドーハの悲劇といいますか、うん、ワールドカップ出場を逃すじゃないですか、うん、はい、何を語ったんですか、オフトさんは。はい、セコン5秒で俺らを失ったんだって。